皆さんこんにちは、アズーリタレントの和也です。どうぞ本日もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。まずはこの終わりアズーリ FM についてご説明させていただきます。終わりアズーリ FM は日本一尖った放送局アズーリ FM グループの第2局目の放送局としまして、昨年の2022年12月12日に開局いたしました。ありがとうございます。アズーリ FM の特徴としましては、なんといっても曲からの NG がなし、番組に演者様が自由に番組制作をできる唯一無二の放送局になっております。地上波では絶対に見られない番組が多数あり、演者様による演者様だけの番組制作ができるのはこのアズーリ FM だけです。そして FM とついてますが、見るラジオという全く新しい放送局でして、これから愛知県を含めて東海地区をどんどん盛り上げて、この番組は近隣さんいらっしゃいと題しまして、この終わりアズーリ FM のスタジオの近くのお店や企業様、面白い方々にゲスト出演いただきまして、私アズーリタレントの和也がたっぷりご紹介させていただくというスペシャル番組になっております。ありがとうございます。終わりアズーリ FM は生放送が基本ですが、全ての放送をアーカイブとして YouTube チャンネルに公開しておりますので、見逃した方もぜひご覧いただけます。そしてこのスタジオは換気消毒などコロナ対策バッチリですので、視聴者の皆様も安心してご覧ください。また終わりアズーリ FM ではこちらの Twitter にですね、質問やコメントいただけましたら、生放送中にスタッフがスタジオの中に持ち込んでリアルタイムでご紹介、お答えさせていただくことができますので、ぜひこちらまでどしどしコメントお待ちしております。よろしくお願いします。それでは早速本日のゲスト様である、本日はですね、防災ママ柿つばたより、高木様にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。どうぞ。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。改めて防災ママ柿つばたより高木様です。早速、はい、お聞きさせていただきたいんですけれども、はい、お名前の通り防災のことをねされているということで、はい、より詳しくなんかどういったご活動されてますでしょうか。はい、私たちは、はい、主にもう愛知県といいますか、もう東海地域を結構回らせていただいてるんですけれども、はい、親子の皆さんに防災の大切さを伝えているママたちの団体です。すごい、はい、ちなみにそのママっていう単語が出られてると思うんですけど、はい、ママにこう特化をよりされてる理由みたいなんて何かありますでしょうか。はい、そうですね、はい、私自身が防災ってすごく大切だなと気づいた時が、はい、子供が3歳の時っていうこともありまして、うん、当事者でもあるっていうことと、はい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 、であとですね、当時はその子育てサークルもやっていたので、はい、でその子育てサークルのママたちっていうのが、はい、結構県外から来られた方が多くてですね、うん、はい、いざ何かね災害が起こった時に、うん、もしかしたら、パパさんも働いていらっしゃったりとか、うん、でそのママさんの親御さんも遠くにいらっしゃったりとかしますので、なかなかですね、そうですよね、子供をやっぱりそのママが守るしかないっていうこと、はいはいはい、あともう一つ意味がありまして、はいはい、でその乳幼児期のやっぱその親子の皆さんに伝えるっていうことで、はい、お子さんが自然と防災っていうところを、うん、身につけていっていただけるんじゃないかなと思いまして、ううママに特化してお話をしています。そういうことですね、はい、すごい、ありがとうございます、うん、お写真でもありましたように、はい、メンバーというかグループの方は何名様いらっしゃる、これが皆さん、あ、そうです、そうです、そうです、はい、登録してくださってるメンバーは今30人ぐらい、すごい、いてくださってるんですけれども、はい、実際に講師となって、はい、活動してくださる方は大体10名ぐらいかなと思います。そうなんですね、はい、で部活動としましては各地にというか、はい、そういった防災の大切さであったりとか、はい、活用法であったりとかっていうのを、はい、教えに行くというかっていう形なんですかね。あ、そうです、そうです、お伝えに行かせていただいたりとか、はいはい、あと私たち結構 SNS も、はい、得意だったりするので、情報発信もさせていただいたりとか、はい、そうですよね、はい、すごい、まあ、こういった形で、こちらが今 SNS インスタグラム出していただいているものだと思うんですけど、 ありがとうございます。こういったところでも情報を共有されてる、お伝えいただいてるっていう形で、はい、いや、すごいな。そうです、そうです、そうです、ママたち
が、まあ、あの気になるだろうなっていうことであったりとか、やっぱりあのいきなり難しいことっていうよりは、あ、こんなところでも防災ってできるんだなっていう風になっていただけるように工夫しながら、そういうことですね、はい、まあ、おしゃれにとかっていうのもあったりとか、そうですよね、旅行とかの時にでもってことですよね、はい、そうなんです。こ ち,、まあ、あ、こちらも、はい、あのなんていうんですか、ママたちが手分けをしてやっているので、はい、そのインスタ担当の、ママのスタッフもすごく喜んでくださると思います。今のすごい、はい、コメントありがとうございます。まあ、そうですよね、何か起こってからですとやっぱりこれも備えてたらよかったって気づくようじゃちょっともう遅いというか、先にこう手を打っとくというところが一番重要視するところですよね。そうかそうか。あのこちら絵本もあのね、あの今日お持ちいただいてるんですけど、こちらはどういった絵本ですかね。これ実はですね、もう作って結構経つんですけれども、あの私が今住んでるところが知立市なんですけど、知立市のお隣の刈谷市の、 あの補助金を活用しながら、はい、ママたち、地域の皆さん、そして企業の皆さん、あと、はい、保育士さんであったりとか、はいはい、いろんな地域の方20団体以上の方にご協力いただきながら作ったあの防災の絵本です。すごい。お子様向け用になってるってことなんですかね。そうなんです。なんか当時はですね、はいはい、あの防災の絵本もあったんですけれども、はい、それが結構年長さんとか小学生向けのものがほとんどで、乳幼児のお子さん向けってものが当時なかったんですね、はい、なのでないならやっぱり作っちゃおうかなと。そうですよ、そりゃそうですよね、はい、ということで、はい、あの作りました、皆さんと一緒に、まあ、なかなかこういったお話って、まあ、大人にもそうですけど、はい、お子様にもなかなかね伝わりづらい部分で、起こってもないことなので、はい、想像力のところになると思うので、はい、難しい中でもやっぱ絵本があることとかによって、はい、よりこうそう起こった時により冷静に自分の身を守るというか行動できるようにと、ね、はい、いうことですよね。そうですね、ちなみにあの防災グッズというか、はい、まあ、こういったものを備えてたらいいよっていうところでお写真とかをお送りいただいているので、はい、そちら見ていただきながら僕もちょっと教えていただきたいなと、はい、全く僕してなくて、あ、本当ですか。ちょうどいいですね。そうなんですよ、はい、ちょっと教えていただきたいなと思っておりまして、はい、そちらの画像、はい、こちらですね、はい、こちら、食料になるんですかね。そうですね、はい、こちらはあの防災ママかけつばたでよく地域のイベントにも出させていただいていて、はい、その時に、ママたちが備えているものの一部を結構あの紹介させていただいたりとかしてるんですけれども、はいはい、あのなんていうんですかね、その成長、お子さんの成長過程によって、はい、やっぱ備えていくものって変わってくると思うので、うんうん、これだとちょこっとしか見えてないですけど、はい、その赤ちゃん用のお水が必要であったりとか。そうですよね。そうなんです。そうか、お子さんになると何でもいいわけではないですしね、はい、そうです、そうです。なのでそうですよね、はい、そのお子さんの成長過程によって必要なものであったりとか、はいはい、個人でも違ってくるので、はいはい、そうですよね、はい、あ、お隣のものはあれ何になりますか。はい、隣はランタンになります、はい、ね、ほうほうほう、はい、やっぱりその、もし地震であったりとか水害の時とかでもそうなんですけど、はい、ライフライン、あの水道、電気、ガスとかが止まってしまって、そうですよ、ね、電気は特にあの普通に停電とかも起こりやすいので、うんうんうん、明かりってすごく大事だなって思います。そうですよ、もう手元が分からなければちょっと怖いもあるし、はい、そうなんです、そうなんです、精神的にもですしね、はい、そうなんですね。であの横はあのパンの缶詰、そうですね、パンの缶詰もあったりとか、ご飯はよりそうですね、お水、やっぱ食料とか、はいはい、お水、水分って、はい、本当なかったらもう命にね関わってきますし、そうです、そうです。で これはそのパンの缶詰っていうことで、はい、その防災食みたいな感じなんですけど、はいはいはい、まあ、そのスーパーとかで売っているものとかも今ロングライフのものとか、はいはいはい、あのちょっとパンでも大体パンの賞味期限って3日とかだと思うんですけど、2、3日ぐらいです ね、 ですよね、はい、でも今だとその2週間とか1ヶ月とか持つものとか、そうなんですね、スーパー、ドラッグストアとかあの100均とかでも売ってあったりとかするので、はい、意外とそんな特別なものを購入しなくても、うんうん、あのそのあたりでその生活圏内で買えるものって結構ありますので、そうですよね、そうなんです、組み合わせていくっていうのがいいかなって思います。はい、すごい、そうなんですね、ありがとうございます、いやすごい、次、続いてのお写真ちょっと見ていただきながら話しさせていただきたいんですけど、
あ、こちらも先ほど言われてた、こっちはかなり食って感じですね。はい、あのお子様の、あ、そうです、お子様、アンパンマンドラえもんもそうですけど、はい、あの誰しもが多分通っているだろうアンパンマンカレーなんですけど、実はこのアンパンマンカレーっていうのが、まあ、隣も一緒なんですけど、あの常温の保存ができて、長期保存もあの結構できますし、はい、でさらには温めなくても食べられるんですね。そうなんですね。そうなんです。でそしてちょっとあの画像的にちょっと横になっているのでちょっと見づらいんですけれども、うん、あのアレルギー対応でもあったりしますので、うん、まあ、そうですよね。結構万能なんですよ。そうですよね。はい、時間も長いし、はい、アレルギーもですし、はい、ぬくめなくてもというところで、はい、そうなんです、そうなんです、うん、これあの後ろに並べられてる商品とかも、はい、やっぱお日にち長いとか、はい、あ、そうですね、やっぱりこうそのまま食べれる飲める、はい、っていうのがやっぱ基本と、はい、火とかがなくてもってことですよね、はい、そうですね、あのやっぱりその温めた方が美味しいものっていうのももちろんあるので、イメージするっていうのがすごい大事だなと思います、はいはい、ライフラインが止まってしまったらどうなってしまうのか、やっぱ普段の生活ができなくなってしまうので、なんかこう食べ物も飲み物もなんかそういう系もそうなんです、衣食住が全部できなくなっちゃう、うん、そうですね、ですよね、普段とちょっと違うくなってしまうので、そういったイメージをされるっていうのが結構防災の初めの一歩かもしれないなって思います、はい、特にまあ僕はそうなんですけど、結構災害とかに、はい、あのありがたいことにこうちょっと会ったこと経験がないので、はい、ちょっとこう想像がつかないというか、ちょっとこう、はい、失礼ですけど映画の世界になってしまうので、はい、こういった勉強をさせていただくことによってより、はいはいはい、あ、本当に電気がなくなるって、はい、ライトもそうですし、はい、食料水道も止まるって言って、おトイレの具合とかも絶対そうですし、はい、なんかこう改めてお話をお聞きすることによって、はい、日頃備えておくことの重要さっていうのがすごい改めて感じますね。はい、ありがとうございます。いやいやありがとうございます。なんかぜひ、はい、あの、あ、今日ちょっと多めにこれ買っとこうかなって思っていただくだけでやっぱ全然違ってくるので、はいはい、もしかしたら今日帰ったら急にもう大きな地震が起こってるっていう可能性も、そうですよね。そうなんです、あるので、いつ来るかわからない中で、はいはい、でね、やっぱり今特にここ最近多いじゃないですか。多いです ね本当に、はい、地震ってなると、まあ、建物がたとえ崩れなくても停電とか、はい、そういったところも含めて、ね、はいはい、いろいろあると思うので、そうですね、すごい、ちょっと次の写真も見ていただきながら、はい、はい、思うんですけど、はい、こちらはこれ私の家の一部って感じなんですけど、あ、お家ですか。あ、そうです、そうです、これ私の家のその備蓄倉庫みたいな感じにしていまして、はい、あの我が家はあの夫と息子で3人家族なんですけれども、だいたいあと他にもちょっと備えてるところがあるんですけど、はい、1ヶ月分ぐらいの食料とか、はい、あの生活用品っていうのをちょっとずつあの集めてるっていうんですかね。すごい、はい、ありがとうございます。いやいや、のまあでもこれぐらい備えておく方が、はい、まあ、ここまでなかなかね、はい、そうです、一般的に難しくても、はい、やっぱり先ほど言っていただいた、まあ、パンであるとか、はい、お水であったり、ちょっとライトであるとかっていうのは大事ですよね、はいはいはい、そうです、そうです、なんかちょっとずつ用意されるといいかなと思います。私もちょっとずつちょっとずつ備えてきて、あのそれが大きな一歩になってきてるっていう感じですので、 ありがとうございます。はい、次じゃあお写真見ていただいて、はい、あ、こちらそうですね、それちょっとアップした感じですね、はい、ちょっと前の写真ですけれども、ははは、こちらあれ、そうですよ、これガイドブックとかもあるように、はい、はい、あのこちらも、はい、いつも持たれてるってことですかね。これはやっぱりその災害、今防災のお話なんですけども、はい、その防災もやっぱりどんな災害が起きるのかを知っていないと的外れな備えをしてしまったりとか、そうなんです、実はあの必要のないものを初めに置いてても、そうなんです、そうなんです、なってしまいますので、はい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 、一番大切な一番のその初めの一歩のその前っていう段階はやっぱりどんこの地域でどんな災害が起きるのかを知るっていうところが大事かな、情報を取るってことが大事だなと思って、うん、そうですよね、はい、ちなみにあの左の下のやつは何になりますか。あ、これラジオになりますね。ラジオでやっぱ情報とか、はい、あ、そうです、そうです、そうですね、今スマホでもラジコとかいろいろ情報を受け取ることが
ができるんですけども、やっぱり、まあ、両方ともそうなんですけど充電が切れてしまいますとやっぱり使えなくなってしまうの で、やっぱ選択肢をいくつか持つっていうのが、はい、そうですよね。どっちも持っておくことによってどっちかがダメになった時に、はい、そうなんです、そうなんです、そうですよね、まあ、配給の放送であったりとか、はい、今の状況の具合とかであったりとかってことですよね、はい、そうです、そうです、そうか、そうか、すごい。じゃあ続いてのお写真見ていただいて、はい、はい、あ、こちらも食ですね、食を、はい、おうほうほう、あ、でもこの食っていうところも忘れがちなところが、うん、はい、食のセットで用意していただくっていうところで、はい、こう隣にお箸とか、うん、コップとか、あ、なんか紙皿とかそのラップみたいなものとかもあったりするんですけど、はい、ただ食べ物をボンと置いておくのではなくて、もしかしたら食器が割れてしまうかもしれないとか、そうですね、そうですよね、なんです、洗い物とかもやっぱりその水が出なくなっちゃうかもしれないので、そうか、そうなんです、食だけただ用意するのではなくて、食べるものも用意していただきたいなと。手で食べるわけにも、手洗えなかったりもしますしね。そうなんです、いや、そうか、そう思うと本当に災害起きてからになると、はいはい、ね、もう今こう当たり前になってる生活ができないっていうのが、うん、より不安定になってはしまうじゃないですか、はい、そうですね、って思うと、はい、なんか改めてすごい大切だなと思いますね。ありがとうございます。そうなんです、セットってところが、次のお写真もありますかね、はい、はい、あ、トイレ先ほど、そうです、ね、はい、ちょっとこちらのお話をお伺いしていいですか、はい、ありがとうございます。あの災害時あの防災しているって方はよくあのご飯や水とか用意しているって方が多いんですけど、はい、やっぱ食べたらやっぱ出しますよ ね、 そうですね、で食べるものはある程度我慢できたとしても、トイレって我慢してしまうと命に関わってきてしまいますし、まあ、普通に我慢できなくなっちゃうので、はい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 、でもまだまだやっぱトイレを備えていらっしゃる方って少ないですよね。いや、そうですね、そうなんです、何気なくしてるトイレはこう、ね、水流れるのがもう当たり前っていう頭がどうしてもね、ありますの で、特にそのマンションの方とかアパートの方とかもやっぱりその建物が大丈夫だとしても、電気であったり水道が使えなくなるの で、トイレも流せなくなったりとか、そうですよね、もしあの流れたとしてもですね、あの見えない配管っていうんですかねが壊れてる可能性がありますので、じゃ壊れていたらですね、その水が漏れ出してしまうっていうこととか、はいはいはい、逆流してしまう可能性があるということなので、基本的には、まあ、震度5弱以上起こった場合は、はい、まあ、トイレはなるべく使わない方がいいっていう、まあ、まあそうですよね、そうなんです、なのでトイレの備えっていうところ、はい、であとですね、トイレ備えているよっていう方は、はい、逆にその携帯トイレなどがあるんですけど、はい、それをぜひ1回は使ってほしいなっていう、用意してるだけで、そう、使い方わかんないってなってしまうと、そうなんですよ、どうやって使うかなとか、もう、ね、もう我慢が限界だってなってるのにわーってなっちゃうの で、使い方をしっかり読めないですしね、そうです、そうです、そう、一回この今ねこう平和な時に一回ご使用いただいて、はい、すぐねできるようにってことですよね、はい、そうです、そうです、特に電気とかね止まってしまうと、あと隣にあのちょっと白いのが、はいはいはい、あのこう押しつぶしたティッシュ、あのトイレットペーパーなんですけど、はい、この携帯トイレのセットっていうのも結構あの100回分とか50回分とか200回分とかいろいろセットで売られてるんですけど、トイレットペーパーとかお尻を拭くものとは別で、はい、あの売られているので、はい、トイレばかり備えていても実はトイレットペーパーが足りないっていう、あ、そういうこと、あ、確かにそうですね、そうなんですよ、でもしですね、あの南海トラフ巨大地震が起こった場合は、ね、あの静岡県は結構そのこう紙のシェアが国内でもあのトップになってきているので、そこが大打撃になってしまう可能性がありますので、もう物理的に、そうですよね、そうなんですよ、なのであのやっぱりそのトイレ関係のものっていうんですかね、ぜひ、はい、そのなんていうの、いざ起こってから慌てて買いに行かなくてもいいように、うんうん、備えておくってことですね、そうですね、備えておいてほしいです、ちなみになんですけど、はい、これ今ポーチがちょっと目の前にご用意いただいてるんですけど、はい、こちらポーチにいつもこれ持ち運びされてるもの、はい、あ、そうですね、なんかどういうものをいつも高木さんが持ち運びされてるのかちょっと教えていただいていいですか、はい、ありがとうございます、はい、今日はですね、あの電車に乗ってきましたので、はい、もしかしたら1日帰れなくなるかもしれないなってことで、今日はちょっと重めのポーチ
際ポーチを持ってます、はいはい、いつもだったらそうなんです、あの歩いて帰れる範囲だともっとちっちゃいんですけど、そうですよね、やっぱりもしかしたらあの暗くなっちゃうかもしれないので、ヘッドライト、ヘッドライト、はい、を持っていたりとか、私自身もやっぱりそのトイレの備えは絶対あの3階から3階分ぐらいは持ってます、まあ、そうですよね、はい、はいはい、あとやっぱりその食べ物もですね何かしら持っておりますし、はいはい、羊羹なんですけど、うん、はい、あそれもお日にちが結構持ったり、そうです、ね、暑くても寒くても、はい、あこれ反対だと、これコメダの、あはいコメダのそう、別にあの栄養缶とかもあるんですけど、はい、普通のこのこう水羊羹みたいな、なんていうんですか、普通の羊羹もあの結構あの1年近く持つものとかがあるので、まあそうですよね、はい、またちょっと賞味期限が近くなったら食べたらいいかなと思って、確かに確かに、またね1年入れ替えてもそんな高くないものですしね、そうなんです、なので別に特別なものじゃなくてもアメちゃんとかでもいいと思いますし、はいはいはい、であとそうですね、今いろんなもの備えてるんですけど、 あとその心をやっぱり落ち着かせるものってことでアロマのミストを持っていたりとか、そうかそうか、そういうとこまでなかなか、そうなんです、そうですよね、すよ、精神的にこう、はい、あってなってしまいますもんね、そうですね、うーん、あと最後ちょっとご紹介するとしたらいろいろ入れてるんですけど、はい、あの家族写真も入れておりまして、はい、あと後ろに家族の情報とか、はい、あの入れてるんですけれども、やっぱりもしかしたら災害時離れ離れになることもあるかもしれなかったりとか、あとまあお互い元気でもちょっとあのなんていうか、ね、復旧作業とかするかもしれないですし、はい、そうですよね、まあ、こういうふうに一晩帰れなくなるかもしれないので、やっぱ自分自身にもちょっと安心感も欲しいので、ういう家族写真をそれぞれ持ってます、まあ、そうですよね、はい、確かになんかあの防災グッズっていうとよりこうそういう物質的なおトイレであったりとか、はい、まあ、食料水っていうのもありますけど、今アロマのお話もありましたし、はい、ご家族のお写真もありましたし、はい、精神的な面がやっぱ一番大きい、そうですね、そうですよね、はい、そっかそっか、いやいや、いろいろ勉強させていただいて、ちょっと残すとこもう10分近くなんですけど、はい、ちょっと高木さんの方にちょっと僕お聞きさせていただきたいなと思うんですけど、はい、この活動を始められたきっかけ、はい、で何かなんか災害があって経験されたとかっていうお話をお聞かせいただいていいですか？ ありがとうございます、はい、私その防災を始めているきっかけって結構複数あるんですけど、はい、あの大きく私自身が、まあ、小学3年生ぐらいの時に、私今愛知県に住んでるんですけど、もともと京都に住んでいたので、はい、あ、そうなんですね、そうなんです、はい、阪神淡路大震災の時に、あの京都は震度5で、でもやっぱ神戸とね比べたら本当にそんなわーって揺れてちょっとバーンってなんか落ちてきたぐらいだったんですけれども、あのでその時に私何してたかっていうと、あの私実家が農家を営んでいて、っていうことはあの結構古い家なんですね、で大きなタンスに囲まれている中おばあちゃんと一緒に寝てたんですけれども、そこから逃げるっていうような発想もなく、おばあちゃんと抱きしめ合うことしかできなくって、でもしあの震度5より強い揺れだった場合はタンスももしかしたら倒れてきてる、もうあのタンスは本当相当重たいの で、ね、あの倒れてきたらもう本当にあの命がなかったんじゃないかなって思います。なのでその揺れにやっぱりなんていうんですかね、こうよくダンゴムシポーズとか私もお伝えはするんですけど、はい、基本的にはこう揺れに身を任せるしかない、うんうんうん、だからこそ家を安全にしないといけないなっていうことも一緒に伝えてるんですけれども、そういった経験を少しちょっとしているっていうことと、はい、あとですね、その子供が3歳の時に、はい、あの東日本大震災で被災されたママたちのお話を聞くっていうような、はい、あの防災ママカフェっていうのが名古屋で開催されてまして、はい、でそこに、まあ、その防災やりたいけれどもなかなか後回しになっていて、うんうんうん、はい、なんかいいきっかけだなと思って行かせていただいて、ではい、その時はその例えば防災リュックに何入れたらいいのかなとか、うん、そういうことが聞けたらいいなと思ってたんですけれども、ね、うん、やっぱり実際に東日本大震災で被災されたママたちのお話を聞くと、はい、やっぱりそのもう生きるか死ぬかっていうところなの で、 いやいや、ね、本当に私自身その時の備えだと、もう子供を守るどころかもう自分の命さえ守れないんだなっていうことに気づいたっていうのが、この防災の活動をしていこうと思った大きなきっかけかなって思います。そうなんですね、はい、まあ、ご経験もですしされたということで、はい、ツイッターコメント入りました。ありがとうございます。すごい嬉しいです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
はい、のり自身さんから、はい、はい、携帯用トイレってどこで売っているのか、はい、点点点点、なかなかわからなかったりするんですよね、はい、ということでコメントありがとうございま す, います。ちょっとお答えしていただいて、はい、ありがとうございます。はい、携帯トイレの方はですね、はい、その一番身近なところですとホームセンターでよく売られてるかなと思います。そうなんですね、はい、確かに僕も今言われて、はい、なんか備えないといけないなって思う反面、はい、どこで買っていいかってね、なかなか疑問されてる方もいらっしゃると思う。ホームセンターで、そうですね、ホームセンターならば結構売ってるかなと。手に取ってっていうことだと、はい、はい、であとですね、だいたい1月3月9月っていう時期はですね、はい、防災の特集を組まれることが多いので、うん、ショッピングセンターさんとかスーパーさんでも防災グッズ売り場みたいなのが出ている時には、はい、だいたい携帯トイレも置いてるかなと。そうですね、そういったイベントというかそういうコーナーがあった時に、はい、1月3月9月が多いんですね、はい、ごめんなさい、ね、全然知らなくて、なんか理由とかあるんですか？そうなんです、1月は阪神淡路大震災が起こり、3月は東日本大震災が起こり、で9月はですね、もうすぐ関東大震災から100年の節目になるんですけれど、9月は防災週間、防災月間って言われている時なので、はい、そうなんです。それで 1,3,9 が結構特集を組まれやすいので、うんうん、防災グッズも結構セールになったりするので、備えやすいので、そうですよね、その時にでも、はい、まあ、ホームセンターもそうですけど、はい、手に取っていただければと思いますので、はいはい、ありがとうございます。よろしくお願いします。あとね、一つそういったお話をお伝えしに行くっていうところで、はい、次のイベントといいますか5月22日、はい、災害時の、トイレセミナーになりますかね。はい、ちょっとそちらのことをお話ししていただければと思うんですけど、はい、ありがとうございます、はい、どういった、こちらはセミナーになりますでしょうか？はい、はい、ありがとうございます。はい、5月22日月曜日1時から2時半刈谷市の総合文化センターアイリスっていうところで、はい、災害時のトイレセミナーをさせていただきます。で、会場自体もですね、刈谷駅から徒歩数分であったり、駐車場も完備しておりますし、はい、無料で開催します。で、中身としてはですね、やっぱり先ほどお伝えしたやっぱ災害時のやっぱトイレってすごく大事ですので、でこの、真ん中に映ってらっしゃる方が長野から来られる方なんですけど、はいはい、簡易トイレ、トイレもいろんな種類があるんですけども、今までになかったような簡易トイレを開発された方で、そのチムニーっていうんですけど、そのチムニーがですね、愛知県にわざわざ来てくださる、チムニーさんがお話ししていただけるということで、すごい、はい、なかなか、これはどうやって参加させて、はい、参加したい方はどうしたらいいですかね？そうですね、防災ママかきつばたで、はい、アメブロをやっているんですけど、そこでですね、はい、2時ぐらいから、はい、募集のブログがアップされると思いますので、そこからお申し込みいただいたりとか、はい、あと各種SNS もしていますので、はい、そこからダイレクトメールいただいても大丈夫です。参加したいですとか、そうです、そうです、最初にも出していただいた高木さんの方のインスタグラムとかにでも大丈夫ですか？はい、です、ね、大丈夫です、すごい、はい、これまた参加費おいくらでとかっていう形で、参加費ももう無料で、無料でなので、はい、気軽に来ていただければいいかなと。もうぜひぜひ、そうですよね、はい、思います。なかなかこう、はい、平和な日々過ごしてると遠のいてしまう、はい、ね、ことかもしれないです。だからがゆえに大事なことで、そうですね、今日も僕すごいこう、はい、逆に学ばせていただいて、はい、大事だなと思いました。ありがとうございます。なんかこうね、すごいこう、はい、お金もすごくかかることじゃないし、はい、ちょっと備えていくことで、はいはい、本当に起こった時に対策できたりとか、はいはい、まあ、自分の身を守るだけじゃない、はい、ね、周りのお子さんであったりとか、はい、ご家族を守ることにもつながると思いますし、はい、改めてね、本当大事だなと、はい、はい、ありがとうございます。嬉しいです、はい、いやいや、いただいて、こちらこそです、ありがとうございます、はい、じゃあ5月22日、はい、1ヶ月に1回ぐらいは定期的にそういった、はい、こうセミナーとかお話しするっていうのもされてたり、はい、そうですね、今は毎週火曜日の夜9時からライブ配信を、はい、Facebook ライブもしくはインスタライブからでさせていただいたりとか。そうなんですね、はいはい、そうなんです。あとは本当にいろいろ講師派遣ということで、はい、もしかしたら皆さんのお住まいの地域で防災の講座をさせていただいているかもしれないなって思います。じゃあそちらでも見ていただいて、はい、こちらね、今、あ、そうですね、はい、出していただいているように、はい、見ていただきながら、はい、LINE もぜひご登録いただきますと、そうですね、ライブのお知らせで
であったりとか、はい、防災、豆知識もあの毎週1回送らせていただいてますので、これ無料っていうのがすごいです。インスタライブももちろん無料で見れるじゃないですか、はい、このセミナーもですし、はいはいはい、それがすごいこう、はい、ありがたいですよね。 ありがとうございます。本当皆さんの備え のきっかけとこれからにつながっていただければなって思って活動しています。いやすごい、はい、これからまず一度応援させていただいてますので、嬉しいです、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。近隣さんいらっしゃい、はい、あのまだまだ募集しておりまして、電話や SNS などでお問い合わせもしていただけますので、あのぜひお待ちしておりますので、引き続きよろしくお願いします。本日はですね、防災ママ柿つばたより、高木様にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとしっかりあの告知していただけました。ありがとう、はい、いやいやいや、もうこちらこそもうありがとうございます。まだまだ引き続き、はい、あのインスタグラムとかでもあの情報発信されてますので、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。心が折れて